私は男の人生が超ハードなのを知っています。自分がここまで男として生きてきて実際にそう感じますし、恋愛講師として何千人もの男に恋愛を教えてきてもそう感じます。実際男と女では人生のハードさが全く違うんですね。なぜなら女は生まれた時から価値がありますが、男は生まれた時点では無価値だからです。例えば女は少し困っていたら誰かしらが助けてくれますし、お金がなければそれを支援してくれる男を見つけるのは正直簡単です。今の時代、キャバクラでもパパ活でも遠行でも何でもあります。そして周りより少し可愛ければフェラーリに乗せてもらったり、海外旅行に連れて行ってもらったりという非日常のラグジュアリーな体験もインスタでね、金持ちの男にピッと DM をすれば次の日にはできてしまいます。女が実家に住んでずっと寝転がって仕事もせず怠惰で助けでも特に社会から咎められることはありません。そう、現代では女で生まれた時点で正直食いっぱぐれることはないんです。でも男はどうでしょうか。あなたにお金がなかったら親以外の誰かが支援してくれますか。明日無償でフェラーリに乗せてくれる人いますか。もし男でフェラーリに乗りたいなら何十年って必死にクソみたいな努力をして失敗して、それでもまた立ち上がってお金を稼げなければ手に入りません。もし男が実家暮らしで仕事もせずずっと寝転がって怠惰で助けだったら、間違いなく社会から抹殺されるし、どうしようもない奴だとみんなからバカにされ笑われますよ。そう、男と女の人生は全く違うゲームなんです。女はあそこを持って生まれた時点で高い価値があるんです。男のチンポには価値がないんです。これをまず理解しないといけない。男は戦わなければ生き残れないんです。会計の時に財布を出さない女は傲慢だ、割り勘してくれる女がいい女だ、なんで男がお金を出すのが当たり前なんだ、こんなの平等じゃない、みたいなおごりおごられ論争がネットで繰り広げられてしますが、そもそも生まれた時点で男と女は平等じゃないんです。平等だと思っているのがそもそも間違い。さっき話した通り、どっからどう見ても男と女は平等じゃないでしょ。ちょっと考えればわかるはずです。男と女は全く違うゲームで違うルールなの。サッカーと野球くらい違うんです。サッカーをやってるのに、なんで野球は手を使っていいのにサッカーは手を使っちゃダメなんだ、こんなの不平等だって言ってるのと同じ。そもそもルールが違う。だから男は女のことをああだこうだ言ってないで、男のルールの中で生きるしかない。そしてその男のルールの中の一つが、男同士で競争して勝たないといけないということ。男なら誰しもが心の底ではいい女とやって、いい家に住んで、いい車に乗って、美味しいものを食って、いい生活をしたいとそう思ってるわけだけど、もしこういった理想をあなたが現実のものにしたい、あなたがこうしたものを手に入れて自尊心を保って生きていきたいなら、とにかく他の男と競争して他の男に勝たなくてはいけない。とにかく自分を磨いて競争力を高めていかなくてはいけないんだよね。これを見ているあなたはひょっとすると生きていて自分が他の男と競争している自覚がないかもしれないけど、周りにいるやつよりあなたが男として優れてなければ理想の生活っていうのは絶対に手に入らないんだよね。なぜならいい生活をしたい、いい女を抱きたいと思ってるのは自分だけではないから。例えばあなたが街で巨乳の綺麗な女を見かけたら、あああの女エロいな、やりてえなとそう思うわけですが、他の男も同様にその女を見て、あああの女とやりてえなと思ってるんだよね。そう、いい女を手に入れたいのはあなただけではないんです。もう通りすがる男全員みんな彼女とやりたいし、彼女を自分のものにしたいと思ってんの。だから冷静に考えて、その他の男との競争に固まったら、その巨乳の彼女っていうのは絶対に手に入らないんだよね。だってみんなその巨乳の彼女を手に入れようとあの手この手で必死にアプローチするんだから。そして彼女はその多くのアプローチの中から一番優秀な男を選び、そいつとセックスをして、それで良ければ自分のパートナーにするわけだ。わかりますか。女じゃなくてもお金が欲しいなら他の会社より優れたサービスをお客様に提供しなければ稼げないし、社内でも他の営業マンよりたくさん商品を売らなければ稼げないんです。この YouTube の動画だって他の YouTube の動画より有益で人々の感情を動かすものでないと再生されないんです。当たり前のようなこの事実っていうのを多くの男は理解をしていない。そう、あなたは男として生まれた時点で競争が始まってるんです。あなたが美女とセックスしたいと思ってるなら他の人もそう思ってるし、あなたがお金が欲しいなら他の人もそう思ってます。望むものが欲しいならそこで競争に勝たなくてはいけないんです。しかもあなたは世の中にいる猛者たちと競争してる自覚を持たなくてはいけない。よく20代の可愛い女と付き合う方法を教えてほしいです、どうしたら20代の可愛い女と出会えますかみたいなバカな質問をしてくる男が多いけど、20代の可愛い女なんて全男が狙ってるんだからね。わかる。全男が狙ってる中で群を抜いて自分が魅力的じゃないと20代の可愛い女っていうのは出会えないし手に入れられないんだわ。大物経営者もイケメン俳優もお笑い芸人もスポーツ選手もハイスペサラリーマンももう全員20代の可愛い女とセックスしたくて頑張ってステータスを獲得し、あの手この手でアプローチをしてるので、そんな中貧乏でデブオアガリガリ自分を磨く努力ができない怠惰で多席な男をわざわざ選ぶ20代の綺麗な女なんているわけねえだろ。20代の可愛い女にどれだけの選択肢があると思ってるの。彼女たちには毎日毎日膨大な量のアプローチが来てるの。あなたが20代の可愛い女とセックスしたい、少しでもいい女とセックスしたいと思うなら、この世の全男たちと競争してる意識を持ってください。特に現代の日本の男っていうのは、男は競争しなくちゃいけないという事実から逃げてる。みんな逃げてる。その証に現代の男たちが口にするのは、貧乏でお金がなければお金が全てじゃないとか言い出すし、顔が不細工なら男は顔じゃないとか言って特に何も整えない、自分の体型がガリガリならマッチョは女受けが悪いとか言ってジャンクフードを食って暮らしてる。本当は美人と付き合いたいくせに今付き合ってるブスな女を、この子は性格が良くて俺には一番合ってるとか言い出す。はっきり言ってこれらのようなクソなことを言うやつっていうのは全員漏れなく自分のコンプレックスから逃げてるだけだからね。男として全く戦ってない。お金なんて当たり前にあった方がいいに決まってるし、顔もイケメンの方が男としてたくさんいい思いできるに決まってるでしょ。体型だってマッチョの方が男からも女からもリスペクトされて自分の自信になるでしょうし、めちゃくちゃ性格がいいブスよりめちゃくちゃ性格がいい美人と付き合った方がいいに決まってんじゃん。このようにシンプルに考えてほ
てほしい。自分の心に忠実になってきてほしい。この世界が全て自分の思い通りになる RPG ゲームなんだったら、あなたは貧乏でガリガリで不細工な雑魚キャラをあえて選んでプレイしますか？お金が全てじゃないし、男は顔じゃないので、あえて貧乏で不細工なキャラでこの人生ゲームを戦いますか？そんな選択をする奴はいないんですよ。みんな自分のコンプレックス、自分の心の底にある欲求から目を背け、言い訳をして雑魚で弱い自分を一生懸命肯定してるんです。なぜならそのコンプレックスともし真剣に向き合ってしまったら、めちゃくちゃ自分のプライドを傷つけることになるし、これから相当ハードな努力を強いられることを自分では分かってるからね。だからみんな、お金が全てじゃない、別にそこまで女に興味ないとか言い訳をして逃げるんです。私がいろんな人に恋愛の悩みを相談されて解決策を教えるときは、あなたが今現在負け組である限り、どんな方法を駆使しても無理ですから、努力してとにかく自分の価値を高めてくださいと言います。貧乏で不細工で体型はガリガリかデブ、向上心もなく、物事がうまくいかなければ全て人のせい、ジャンクフードや酒でストレスを解消し、性欲は風俗や AV でなんとか満たす。こんな負け組の状態でどの女があなたの相手をしたいの？冷静に考えて、どうやったらモテるようになりますか？モテる方法を教えてくださいってみんな俺に聞いてくるんだけど、これはカーレースなのに自転車で勝つにはどうすればいいですか？どんな漕ぎ方をすればいいですかって聞いてるようなもんだよ。フェラーリのやつにはどんだけ自転車を早く漕いでも勝てるわけがないでしょ。みんなこういうことを平気で言ってるわけ。デートの手法とかアプローチの方法とかではなくて、自分が普段何を積み重ねてきて現在どんな価値がある男なのかが全てなんです。あなたに価値がなければ当たり前に誰からも求められないし、あなたの価値が高ければ存在するだけで女が勝手に集まってくる。これが世の仕組みであり、恋愛市場のゲーム。他の男に勝たなければいい女は手に入らないし、自分を磨かなければ絶対に他の男には勝てない。自分を磨かず負け組のままでも、今から俺が言うこの方法を使えば女にモテるよなんてことを私は一切言うつもりはないですよ。だって無理だから。無理に決まってんじゃん。目を覚ませよ。本当わかってるでしょ。男なら絶対に逃げちゃいけない。男なら戦うことを決意しなくてはいけない。俺だって今はこんな偉そうなこと言ってるけど、昔はコンプレックスの塊で雑魚だったよ。金が全てじゃない、男は見た目じゃないとか言い訳言って自分のコンプレックスから逃げてた。でも表参道でフェラーリに美女乗っけて楽しそうな男とか、街で颯爽と美人と歩いてるイケてる男を見て、ある日思ったんだよね。ああ、俺もああなりたいなって。今まで俺は自分のコンプレックスから逃げてたなって。本当は美女と一緒にフェラーリに乗っていい生活をしたいのに、どうせあの男は金で女を釣ってるだけ、あいつらは悪いことをして金を稼いでるんだとか考えたり、街で美人と手をつないで歩いているイケてる男を見れば、どうせあいつはたまたまイケメンで運が良かっただけ、ああいう顔で選ぶ女はどうせ性格悪いと無理やりその男を悪い奴に仕立てて考えてた。でもね、冷静に深く自分に問いかけ続けてみたら、もうこれらの感情っていうのはシンプルに全部嫉妬、ただの嫉妬だと。本当は自分もああなりたいんだよなと、自分の欲求に素直になろうと、そう思うようになりました。そうやって言い訳してないで自分の気持ちに忠実になり、自分の理想を叶えるためにこれから努力していこうと、そう決意したんだよね。そこから俺は逃げずに戦うことを決意しました。もちろん当時の状況というのはひどいものでしたが、ああ金がない、でも欲しい、じゃあどうやったら金を稼げるか、よし手当たり次第とにかくやってみよう、ああ俺は人より不細工だ、でもイケメンになりたい、どうやったらなれるかな、よし美容でも整形でもやってみよう、ああ俺も美女と付き合いたい、どうやったら出会えるかな、よしナンパにチャレンジしてみよう、みたいな感じで俺もこうしたい、ではどうやったらできるかな、そう考えるようになり行動するようになってからは、徐々にですが状況は少しずつ良くなって、今では自分が納得するくらいのいい女を抱けるようになったし、お金も稼げるようになりました。まだまだね、理想の自分とは程遠いので、もっと努力し続けます。別にこの動画でね、俺の成り上がり自慢をしたいわけではなくて、結局何が言いたかっていうと、多くの人は自分よりすごい人を見ても俺もああなりたいな、ではどうやったらああなれるかなとは考えないということです。あの人はフェラーリを持ってるけど、ああ俺も欲しいな、どうやったら俺も買えるかなとは考えない。あの男はあんな美女と付き合ってるけど、俺も付き合いたいな、どうやったら俺もあんな美女と付き合えるかなとは考えないんです。なぜなら面倒だから。その理想を今のこのひどい現実から手に入れるためには、めちゃくちゃハードな努力を強いられることを心で分かってるから、できたらいいなと思いつつ、いや自分にはできるわけがないかと考え、またスマホで AV を見てしこって、朝起きてまたクソみたいな仕事に行く奴隷のような生活を送る。だから多くの男は納得いかない負け組の人生を送るの。こんなことを言うとね、え別に貧乏でも女にモテてるやつはいますよ、デブやガリガリでもいい女と付き合ってる男を知ってます、自分は金持ちだけど割り勘が当たり前の生意気な女とか無理だわとか言ってくるアホがいるけど、そもそも俺が言ってるモテるという基準はランク8以上の高ランクな女、例えば新宿、六本木、銀座の高級クラブ嬢、キャバ嬢、フォロワー10万人以上のインフルエンサーや、その仕事一本で生計を立てられるレベルで売れているアイドルやモデル、街中に歩いている一般の女だとしても誰もが振り向くような美女のことを指してるから、俺が言ってんのは一般人が抱いてる妥協した女ではないからね。だって当たり前にブスより超美人の方がいいに決まってるよね。シンプルに石原さとみとか橋本環奈みたいな女とセックスして付き合いたいでしょ。そこら辺に大量生産されてる頭が悪い少し可愛いだけの女を抱いて満足し、自分はモテる、自分は勝ち組だと勘違いしている負け組のたわごとと一緒にしないでください。私は一切妥協せず、ランク10の女、例えばローラ、橋本環奈、広瀬すず、ミランダカーなどとセックスをして子孫を残し、同時に複数人の女を囲おうと考えて日々努力してます。これらのハイクラスの女から追われる男になるというのが私のモテるという基準です。私はこの YouTube チャンネルでワールドカップ決勝で戦えるモテ男になるための方法を話してるわけで、 J2 とか J3 の層で満足してるような自分は勝ち組だと勘違いしている負け組の男は見なくて OK です。そこら中に湧いてるランク5とか6のレベルの女であれば、貧乏でデブで割り勘をするような負け組の男でもラッ
ッキーで抱ける可能性はありますが、高ランクの女には間違いなく愛人されず負け犬扱いされて終了という人生の運びになるわけです。本当に自分が心から望む美女とは一生セックスできず生涯コンプレックスを抱えていくことを認めるのであれば、それはそれであなたの価値観ですし、諦めるのも一つの選択肢です。いい女は全員が手に入れられるものではないからね。でももしあなたがたった一度きれいの人生妥協せずに、自分が心から納得するようなハイクラスな美女とセックスをして関係を持ちたいとそう思うのであれば、覚悟を決めて男として戦う選択を取るべきです。そしてそのためにあなたが何をすべきかを私は教えることができます。あなたが高価値な男になるために何をすべきか、それは戦うことを決意し、とにかく苦痛を味わうことです。あなたが高価値な男になって美女を抱きまくりたいなら、自ら進んで苦痛を味わい、非常に不快なことを人生で経験する必要があります。人生の苦痛の数と自分の価値っていうのは比例します。なぜなら苦痛にこそ価値があるからです。例えばシックスパックの腹筋を持ったマッチョな男っていうのは、男からも女からも尊敬されるわけですが、もしシックスパックの腹筋を作るのが早くて簡単だったら、一体誰が腹筋に価値を感じますか？簡単に早く腹筋を作れてみんながシックスパックの腹筋を持ってたら、誰が腹筋を割れてることを気にします？誰も気にしないでしょ。シックスパックの腹筋を作るのが大変で難しくて苦痛を味わないと手に入らないものだから、腹筋に価値があるんです。腹筋に限らず、フェラーリも時計もイケてる見た目も高いコミュ力も、この世の全ての価値が高いものっていうのはなかなか手に入らない、得るのが大変だからこそ大切にされるわけ。これは恋愛でもそう。金持ちでイケメンでマッチョで腹筋が割れてて賢くて面白くてカリスマ性がある男っていうのはめったにないし、そういう男になるには大変な努力が必要で、難しいからこそ価値が高く恋愛市場で勝てる。あなたがなぜ私の YouTube をわざわざ時間を取って視聴し、私の話に耳を傾けるのか分かりますか？なんで私なんですか？別にあなたの友達でもいいじゃないですか。 YouTube には他にも恋愛ノウハウを語ってる人はいくらでもいるじゃないですか。あなたが私の話に耳を傾けるのは、私がそこらの男の誰よりも人生でたくさんの苦痛を味わってきたからです。誰よりも苦痛を味わってきたから、人より成果を出せて、その成果を出す方法をあなたにこの YouTube で話すことができるんです。私はビジネスでも恋愛でもトップレベルの成果をこれまで出してきましたが、その裏側では本当に本当に不快で苦痛なことばかり経験してきました。私は女にモテないという自分のコンプレックスを解消するために、まずナンパを始めました。ナンパをやったことがある人はわかると思うけど、初めは女にすみませんと声をかけることすらめちゃめちゃ見えるし苦しいです。また友達からは、お前ナンパなんか始めちゃってどうしちゃったのとバカにされました。自分は真剣なのにふざけてると思われてました。ナンパをしてる時の周りの目は気になるし、女から仕方されれば普通に傷つきます。ナンパをしに来たのに、どの女からも番号を聞けなければ、自分は果たして男として価値があるのかなとマイナスなことばかり考えることもありました。なんとかね、気合で声をかけられるようになっても全然うまくいかないということで、ナンパの師匠に相談したところ、自分の見た目が悪いのが原因ということに気づきました。そこからは見た目をもっと磨こうということで、高い美容室に行っておしゃれを勉強し、服も新しいものに着替えて、筋トレも始めて、美容も始めて、大金をはたいて整形もしました。そこまでしてもデートに行ったら何度も何度も失敗して、なんならドタキャンばかりされてデートにすら行けない時期もありました。よく校長はイケメンだからいいですよね、校長がモテるのは普通にイケメンだからですよね、みたいなことを言われますが、私は自分の顔のどこを変えればよくなるのか、リサーチにリサーチを重ね、何回もカウンセリングに行き、わざわざ大金を払ってめちゃくちゃ痛い手術をして、辛くて長い団体も経て今のイケメンな顔になってるわけです。そもそもその費用を稼ぐために死に物狂いで働いてました。私の腹筋バキバキなマッチョな体だって、高いお金を払ってパーソナルトレーナーをつけ、1回1時間の超きつい高級な筋トレを週6回をずっとやって、食事もこだわってるから今の体になってるわけです。最初からイケメンでマッチョなわけじゃないんですよ。私は誰よりも毎日辛いことをやってきた。だから価値がある。楽に簡単に早くなんて考えるべきではないんです。そうした苦痛を味わった結果、イケメンな顔とバキバキな体を手にしてナンパも習得し、高い恋愛スキルを保持していることで女には困らなくなり、男からも尊敬されるようになったんです。このような多くの苦痛を味わってきたからこそ、私は価値が高い男であり、みんな話を聞いてくれるんですね。 YouTube で必ず成功するんだと作ったこの YouTube チャンネルだって、最初は誰も見てくれませんでした。このチャンネルの1本目の動画を遡って見てもらえればわかりますが、見た目もキモいし、背景もボロいし、喋り方もなんだか自信がなく、動画の質が本当に低かったです。まあそりゃ伸びねえよなと今では思いますが、当時は 1,2 週間くらいかけて必死に作った動画の再生回数が10回とか20回とかがザラで絶望しました。本当に最初は辛かったです。これ大丈夫かなと、俺には人前に出る才能がないんじゃないかなと。しかもね、セフレを量産する方法、気持ちいいセックスの仕方みたいな社会的にタブーなテーマを話す恋愛系の発信ですから、親にはね関わりたくないと縁を切られましたし、友達からもツッチーは頭がおかしくなってしまったみたいな噂が回っていたのを聞きました。動画は再生されないし、人間関係は壊滅的な状態、自分でも自分がやってることがなんだかよくわからなくなってました。まあ辛かった。とはいえ辛いよと言ってられる状況でもないわけです。未来は全くわからないけど、成功することを信じて改善を繰り返し、とにかく動画を撮り続けました。すると徐々に徐々に動画が見られるようになっていき、動画を投稿し始めて2年で 3.5 万人を超えるチャンネルとなり、私が運営する恋トレ大学の累計生徒数は2000人を超え、今では恋愛業界でトップのコミュニティを作ることができました。実際こうして恋愛でもビジネスでも、私はこれらのような多くの苦痛を人生で味わってるからこそ価値が高い男なんです。そしてその辛かった経験をこうして YouTube で発信すれば、たくさんの人に価値を感じてもらえるわけです。苦痛イコール価値なんです。あなたがいい男になりたいんだったら、苦痛から逃げてはいけない。逆にね、自分と向き合わず大して苦痛を味わってこなかった平凡な男に価値はないんです。まあちなみ
みに、僕だって仕事も低賃金で上司にこき使われて彼女もいないから辛いです、苦痛を味わってます、というのは全然違いますからね。それは向上心がなくてただ怠惰なだけ。いいですか、大変で辛くて痛いのが正しいと考えろ。最初にも言ったけど、男として生まれた時点で競争する運命なのね。この男の群衆の中から目立つことは簡単ではないよ。当たり前じゃん、この世の中どんだけ男がいると思ってんの、溢れ返ってるよ。耐えろ、死ぬほど大変だと思うけどそれが価値を生み出す。俺はこれまでやってきたし、これからもやっていくよ。ストレスに耐える能力は成功に比例してるからね。本物の男はそれをやることで傷つく、怖いと分かってても成長のために必要なものだったらとにかくやるんです。ナンパで女に無視されたら自分が傷つくと分かっていても声をかけて突っ込むし、整形したらシンプルに痛いし、周りからの目も気になると分かっててもやるんです。コンサルやパーソナルを受けると貯金がなくなって不安になると分かっててもやるんです。自分でビジネスを始めたら当分の間自分の給料はゼロだと分かっててもやるんです。自分は怖かった、でも成長のために飛び込んだ、これが男らしさです。もしあなたがいい男になりたいなら、この世で唯一自分を成長させてくれるのは苦痛だという確信を持って毎日苦しむべきです。安心していることに不安を覚えて、不安であることに安心しろ。そうすればあなたは価値が高い男になれて、この競争社会で生き残れる。ここまで聞いてあなたが、いやー別にそうは思わないけどなと答えるなら、あなたはおそらく苦痛やトラウマから逃げてきた価値が低い男です。これまでの人生とにかく嫌なことを避けてきたんです。男には2つの選択肢があります。何者かになるために苦しむか、永遠に何者でもないものとして苦しむのか、どちらかです。あなたが努力せず世界に足跡を残さなければ、あなたは事実上存在しなかったことになる。何も価値がない群衆の中の一人が死んだところで誰も気にしないでしょう。毎日家賃を払うためだけに仕事をして、自分の今の現状や相手をしてくれない女に不平や文句を言ってる。これでは一生巻き犬のままだから、自分の状況や自分と接する女性を変えることができる最良の方法はとにかく自分自身を良くすること。自分ができる限り最高の男性になることが女と良好な関係を築く唯一の手段です。男として生まれた以上楽な人生なんてないんです。楽な人生を探しているなら、あなたは女に生まれるべきでした。女は生まれた瞬間から価値がありますからね。でもあなたはもう男なわけです。生まれた時点ではまだ価値がないんです。だから価値がある男になるためには絶対に苦痛が必要。差もなければ何者でもない、この世に存在しない目立たない存在として永遠に苦しむことになる。コンビニの店員で一生働くことを決意し、それ以上を望まないのであればストレスのない人生を送ることはできるが、今の時代を生きていたら自分が何者でもないことに苦しめられる。一度きりの人生、あなたは女も収入も妥協するのか、それとも理想を追い求め続けるのか、それはあなたが決めることで、私には何も関係ないので正直どっちでもいいんですが、この動画を見ている時点であなたは今のこの人生をどうにかしたいという気持ちがあるのは間違いないですから、覚悟を決めて戦うべきです。幸いにもあなたは五体満足で耳が聞こえて目が見えて涼しい部屋でね、今だったらインターネットを使って最先端の情報を学べるわけです。めちゃくちゃ恵まれてるこの最高の時代に生まれて、理想を追い求めず毎日不平不満を言いながら生きるっていうのははっきり言って傲慢でしかありません。もしあなたが100年前に生まれたなら、戦争に理不尽に駆り出されて毎日死なないことを祈りながら防空壕の中で暮らしてたでしょう。実際私たちのおじいちゃんやひいおじいちゃんはそういう時代を生きてたんです。それに比べたら今の私たちの状況がどれだけ恵まれているか考えてください。私たちの祖先が見たら笑われますよ。こんな素晴らしい環境で生きてて言い訳ばかり言って、お前らそれでも男かって。また生まれつきの身長や顔の造形なんかで鼻から諦めてるような男もいますが、乙武さんを見てください。乙武さんは手足すらないですが、20代の元ショップ店員と海外旅行をしたり、同時に5人の女と肉体関係を持ったりしてます。乙武さんと比べたらあなたはどれだけ恵まれてるんですか。はっきり言って言い訳してる場合じゃないですからね。低身長で生まれて不細工に生まれてどうしようと座り込む、人生はもう始まってしまってるんだから、いくら嘆いたところで配られたカードで勝負するしかない。一生そうして座ってればいいよ。実際イケメンで身長が高いだけでは別に価値がある男ではないからね。イケメンだろうが不細工だろうが高身長だろうが低身長だろうが、みんなやるべきことは一緒、みんな同じゲームに参加してる。もしあなたが身長150センチでこのゲームに勝つには金持ちにならなきゃいけない、そしてハンサムで強くて面白くカリスマ性があってコミュ力も身につけないといけない。もしあなたが身長185センチでこのゲームに勝つには金持ちで強くて賢くて面白くないといけない。いいですか、160センチでも185センチでもやることは同じなんだよ。大谷翔平だってあんだけ高身長でイケメンなのに誰よりも努力してるでしょ。だから元々の身長がどうとか、元々俺は不細工でとか、元々俺はコミュ障でとかって愚痴って何も努力せず座り込んでるのはバカげてるから、これを見ているあなたが五体満足で健康であるなら、それはどっからどう考えても幸運でしかありません。あなたは自分が幸運なことに気づいてない。あなたが毎朝何も異常なく目覚めて毎日ご飯を食べて元気に活動できるのは運でしかないんです。あなたは目が見えて座って聞けて学ぶことができて、何か目標に向かって毎日努力ができること。もしあなたに運がなければ4歳で片足がなくなったり10歳で目が見えなくなったかもしれません。あなたは十分すぎるほど幸運なんです。そこまで高身長である必要はないし気にすることではないんです。前澤社長や松浦社長、メッシやメイウェザーはみんな低身長でルックスが優れてるわけではないけど、己の努力で上に登っていってるわけじゃないですか。身長や元々の顔なんて大した問題ではないんです。身長もどれだけ差があったとしても言うて数十センチしか変わらないし、人間の顔の造形だって違う生物から見たらみんな大差ないです。やるしかないんです。あなたの人生に起こった悪いことは全てあなたのせいで、そしてあなたがいい家に住んで毎日いい女を抱いてるならそれもあなたのせいです。全部自分次第なんです。今日のこの動画で伝えたいのは、とにかく自分を磨いて自分の価値を高めろということ、そして苦しい経験こそがあなたの価値を生み出すということ。自分のことだけ考えて自分の成長だけに集中しろ。今女にガツガツしなくても自分に集中して自分を高めていったら自動的にあなたに女が寄っ
ってくるから。女っていうのは自分を高めていった先のおまけ。とにかく自分に集中して自分を高レベルまで持っていってから口説いた方がはるかに女の獲得なんて簡単だからね。このインターネット上 SNS では女を口説く方法とか脈を上げる方法とかセフレの作り方とかしょうもない情報ばっかり。はっきり言ってそんなクソな情報にかじりついてる奴らがモテるようになるわけがないから。他の奴らが女を沼らせる方法はこうだ、見つかせるにはああだこうだ言ってる間に俺なんかは自分の成長だけに集中して毎日やるべきことを淡々とやってぐんぐん成長してるわけ。そんな俺に勝てるわけねえじゃん。今このインターネット上で本質的に女に好感を持たれる男になる方法を語ってるのは日本に俺しかいない。女にモテる高価値な男になるにはきついけど自制心を持って淡々とやるべきことをこなし毎日少しずつ積み重ねていくしかないんです。例えば私は自己規律があるので目が覚めて気分が悪かったとしてもジムに行きます。自分の気分とは関係なしにジムに行くんです。別に気分が良かったとしてもジムに行くでしょう。行きたい時にジムに行くような男とは体の強さも精神力の強さもまるで違うんです。毎日ジムに行くという自制心があなたの人生を必ず助けてくれるから。この世で自分がコントロールできる唯一のものは自分の心の状態。天気はコントロールできないし他人もコントロールできない。自分の健康さえもコントロールできない。だから自分の精神だけは自分の支配下に置いてないと自分の人生というのは絶対にコントロールできないんです。男社会は競争であることを受け入れ苦痛にこそ価値があることを理解し自制心を持ってやるべきことをやりさえすれば女も金も欲しいものは全て手に入れ理想の人生を歩むことができるでしょう。ここまで見ている本気のあなただったら覚悟さえ決めれば必ず人生を好転できます。やりましょう。私もやります。ってことでいかがだったでしょうか。男は戦えという話でした。そして2万人以上の方が登録してくれている私の公式 LINE では私がブスでコミュ障の恋愛初心者からたった1年で300人以上の美女と関係を持つことができた恋愛手法、これまで私が指導した2000人以上の恋トレ大学の生徒が彼女セフレを作った方法を配信していて恋活を継続できてやりきれる環境を用意しています。そして公式 LINE 登録者2万人、 YouTube 登録者3万人突破を記念して作成費用500万円以上、作成時間1年、チャンネル開設から約2年の努力の結晶を元に制作した動画教材恋トレ式非常識な恋愛手法 2.0 を無料でプレゼントしています。約5時間を超える動画教材で文字数にすると約15万字のボリュームの男の恋愛のすべてを攻略した教材になっております。プレゼントの内容は彼女セフレを量産する恋トレ式ルーティン、唯一無二のモテ用になるためのマインドセット、簡単にシックスパックを実現させる食事筋トレ法、 99% の男が勘違いしている清潔感、待ち合わせた瞬間に食いつきを上げるファッション、9割が知らない本当にモテる男の髪型、薄毛を改善する裏技、人生を変えるメンズ美容整形ノウハウ、劇的に肌質を改善する美容治療ノウハウ、女との出会いを量産する方法、マッチングアプリ攻略法 2.0、ストリートナンパ得得のロードマップ、女の食いつきを上げる LINE 手法、デートを成功に導く店の選び方、最短でお持ち帰りを実現するデートの台本、会話を盛り上げる極秘会話術、セックスを確定させる魅惑のボディタッチ、女を釘付けにするデート中の所作振る舞い、自動的にホテルインを実現するお持ち帰り方法、女を沼らせるセックスの仕方、長く関係を継続させる方法、女を猛烈に依存させる犯罪級恋愛テクニック、これら19個の特典を無料でプレゼントしています。恋トレ式非常識な恋愛手法 2.0 の教材を無料で受け取って人生を変えたい方は期間限定配信ですので、消えてしまう前に今すぐこの動画下の概要欄の方から公式 LINE を追加してプレゼントを受け取ってください。この教材以外にも私の公式 LINE ではこのような突発的なプレゼント企画や恋トレ大学生徒の実績、表では公表できない極秘恋愛テクを発信しているメルマガやブログも私の公式LINE から閲覧することができるので、ぜひ今のうちに公式 LINE を追加しておいてください。すべて完全無料です。ということで今回も最後まで見ていただきましてありがとうございました。もしこの動画が少しでもためになったと思ってくれた方はコメント欄に感想やいいねをよろしくお願いします。次回も役に立つ恋愛スキルを配信してきますので、ぜひチャンネル登録とベルマークのクリックをよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。